さあ皆さんこんにちは、名古屋のジネモンです。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日はちょっと知り合いのお宅による用事があったので、この上田山テンパックの上田山内を走行しております。今日もね寒いわもうそれしか言うことないね、寒い。ここまで登ってきたんでだいぶ体は温まりつつも、世間話をしている間に体は冷え込みというところでですね、はい、ここはどこかと申しますと、ここ出るとわかるかな、ここはどこでしょうか。はい、そこはねブランパンですね。上田山の交差点、あのムッシュがね早々に亡くなって、オカミが一人で頑張っていたブランパンです。はい、まあ、今オーナー変わりましたけど、まあ、体を温めるためにですね、さらにまた坂道を登ってまいりたいと思います。今日もね、まあ、昨日も取材に出ましたけど、まあ、非常に、天候がいい、天気がいいですね。今日も快晴まではいかないしても雲が少なくて、非常に空気も澄んでおり、まあある意味のレジャー日和っていうんですかね、行楽日和ですね。ちょっと偉いでしゃべるの中止。さあ山をなんとか登りきりまして、ここね、まあ皆さんよう通られるでしょ、東山動物園の方から天白豊田市の方へ抜ける道、今日もねご覧の通りじゃんじゃん車が通ってます。この角地家なくなっとる。その向こうもね取り壊されたんで、あ、なんか道路用地かなんかになるかなと思ったら向こう家建ってますね。あれ興味の家っぽいよね。もう凹凸がない、いわゆる日差しがない、雨戸もないっていうね、興味の家、真四角に近い感じね、興味の家ですよね。だからこれね懐かしいなっていずれになるよ。令和時代の家ってこういう家だったんだよ、そうなんだよって、令和レトロだなっていずれ言われると思いますけど、こういう作りですよね。ということで、疲れたいつもと違うルートで動物園方面に向かっております。ここは動物園、植物園用地ない、何十年前からここね、この通路できたんですよね。この森の中にできてね、ああこれ気持ちいい道路だなと思ってよく通らせていただきました。さあ今日は東山動物園、混んでるでしょうね、天気いいし。まああのジャイアントパンダはここはいませんが、何といっても可愛らしいレッサーパンダがね、少し前にまた久々の登場ということで、あれ可愛らしいよね。うん、私あのジャイアントパンダ見たことがないので、可愛い可愛いって言われてもピンとこないところは正直ありますが、レッサーパンダはね幼少の頃よくこの動物園で見まして、可愛い動物だなと思ってね見ておりました。さあまた歩道いっぱいに広がって歩いてる人をかき分けていくのが非常に気が引けるので危険ですが、車道に出ようかな、出たくないけど危ない。マジでここね車多いからね、この車道に出たくないんです。本当危ない、ここはめちゃくちゃ車来るから、車もえらい飛ばしてくるでね、正直通りたくないです、自転車では。だから歩道通りたいです、危ないからね、引っ掛けられてこけて死ぬのは私だもんでね、路側帯もめっちゃ狭いし、これ迷惑そうにみんな抜いてくからね、まあ走りたないです、ここは本当に。ということで駐車場満車かな、パッと見満車ですね。パッと見ナンバー見ると名古屋岐阜伊豆がいるわ、すごいな満車。さあまさにフル人力自転車、フル人力自転車普通の自転車ですが、私電動じゃありません、アシストじゃない。やっとここまでやってまいりました。混んどるわな、間違いなく今日は混んでます。はい、パッと見人の渦すごいね、かなりのもんです。久々にチケット売り場行列ができております。コロナ禍の時はとにかく人いなかったよね。あとは入場制限しとったでしょ、懐かしいって言ったらねちょっと不謹慎だけど、コロナ禍のことをいろいろ思い出すとね、いやいろいろすごい時だったなと、
まあ、コロナ禍時代と言っていいのかどうか分かりませんが、あの時はねいろんなことがあったよね。もう忘れちゃうよね、過ぎちゃうと。はい、でもかくいう私もコロナ禍の途中から動画始めたので、そう、そのコロナ前を撮ってないもんですからね、この動画でちょっとその比較はできんもんでいかんですけど、まあとにかく大変でしたね。マスクを強要され、マスクの着用をね半ば義務付けられ、もうそれだけでも嫌だった。で、なんといっても外食は困ったよね。とにかく外食やってないもんね。夜8時とかてんや閉まっとったしね。もうてんやどころか、あの店内飲食、松屋とかね、すき家、勝屋か、勝屋で僕痛い目あったな。行ったら寸出の差で、ほんとねちょっとのタッチの差で、あ、すいませんもう店内飲食できません、はい持ち帰りですって言われて、もう仕方ないから持ち帰りのカツ丼買って、カツ丼買って勝屋の駐車場で持ち帰りのカツ丼を食べたっていうね、悲しい思い出があります。やっぱりね持ち帰りをね店の前で食うほど虚しいもんないですよ。それをね思い出しますね。でマクドナルドがそれでねドライブスルーしかやってないからめちゃくちゃ混んでてね、すごかったです。まあね、そんな、まあそれだけに限りませんけどね、いろんなことの制約がいっぱいあった。確かに当時は本当にね、やっぱりコロナ感染して命の危機がありましたからね。特に基礎疾患、高齢者の方、何かあるとやばい、それは死にね結びつくっていうことが事実あったので仕方なかったですけどね、なかなか大変でした本当に。さあ東山の人は多いです。うわめちゃめちゃおるな。さあこの東山、東山ビルもどの程度なんでしょう、あとわずかなんでしょうか、建て替えね、もう時間の問題ですけど、うん、日能研のウェブサイトとか見ると出てるのかな、いつまでって。あとはあの貸しスタジオがありますよね、246っていう、あの辺の営業がいつまでかっていうところがあるので。さあ非常に寒い、あ、なんか並んどるよあそこ、何何何、ちょっと気になるね。今回も最後まで動画をご覧いただき誠にありがとうございます。1000本以上アップした過去動画もぜひともご覧ください。それから高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。名古屋のジエモンでした。何を並んでござる、何あれば。